田選手フォーム安定してますね。すごい軽いし状態も動いてないし、うん、今日の山田選手期待持てると思いますよ。ウェブで見れない、そうなんですよね。ウェブで見れないってどういうこと？速報っていうのは速報がですね。そうなんです、申し訳ないです。これは結城が勝つ。重い、落ちてる、落ちてますね。申し訳ございません、落ちるんです、落ちちゃうんです。次回の横浜大会には間に合うそうなので、今日はあの速報ちょこちょこ、あのこっちの方では拾えるらしいんで、速報ちょこちょこあの出しますので、まあ、この放送を見てればすぐ分かると思います。さあ結城対決ですね。さあ最近ですね、森結城選手も畑野選手の活躍にちょっと触発されてね、気合入ってる感じですけどね。畑野選手が今いい状態がすごくいいので、はい、どっちの勇気、これはこのコークは勇気が取りました。このコークは勇気取りましたね。さあそして勇気先行の501スタート。相変わらず軽い勇気ですね。腕の指先までですね、いつもの感じでリラックスして伸びてますね。いやー、相変わらず弾く勇気と振る勇気ですね。しっかりとリラックスして振る勇気、まあ本当にフォームって面白いですよね。さあこちらは弾く勇気、そしていいですね、いいです。そしてインナー、あー、山田選手得意のインナーフィニッシュできず、いやー、32歳の結城がまずは 0-1 をキープ。さあセブンスタートですね。
今日は本当にフォームの崩れがないですね。うわーっとこれはビッですね。いやいいですね、素晴らしいですね。ナイスセブン、17カットから、あーっとビッグラン、ビッグラン、いやいいっすね。やはりですね、森選手も最近畑野選手にね、ちょっと一歩遅れとってる感じなのでね、ここはちょっと頑張りたいところでしょうね。前回山田選手は畑野選手に、敗退して、苦杯を舐めましたのでね、そのイメージはお互い持ってると思うので、ナイス、素晴らしい。おっと山田選手もこれはどういうことなのか、あ、そうなんですね、仮にの時ですね。よっしゃー、来ました。さあナイスゲームですね、素晴らしい。お互いが30アベレージ、マックスアベレージで山田選手先行のクリケット。ちょっとですね、今手の動き皆さんもあっと思ったでしょうけど、 ああいう時にちょっとグーになるんですよね。来るのか、うん、と来ました、セブンマークですね。おっと今カットに行ったところきちっと20にターゲット合わせたガチ、相変わらず冴えてます。そしてソフを見れませんね、申し訳ございませんね、もうしばしお待ちくださいね。11月の横浜大会には完璧に速報がなってます。決勝トーナメントをスタートしてください。決勝トーナメントは7-1クリケット、クリケット7-1女子の、この後女子の決勝トーナメント表はアップできますか、お間違いのないようにしてください。画面に出してください。さあ来ました、対戦中ね、わざとやろ、わざとやろ、ほんと、どうした、
触ったんだ。森が仕掛けた。さあ、結城選手が仕掛けてきました。バブル男子ベスト16、川村翔吾と林翔一郎、戦じゃ。そしてキャー来ますね。今日もキレッキレですね。いやー、森選手もいいですね。やっぱこう北海道はやっぱりこうチーム戦に強いイメージがあるんですけどね。なんかこう切磋琢磨して全体がレベルアップしてる感じがしますね。さあ、明日のですね、女子の砦も楽しみですね。北海道代表チーム、あーっとオーバーまでですね。もう一本いく、いかない。ビッグラウンド、ガチが顔色一つ変えず自信持って間違えました。さあ、ただいま行われている試合はベスト16です。ベスト16の試合です。テストってどういうこと？さあ、そして森選手先行の 0-1 ですね。501ですね。ここしっかりキープしないといけません。山田選手はここをブレイクして勝負を決めたいところ。ファイブレックには持ち込みたくないでしょう。でもわざと、ナイスワンホーティー。さあ、これはすごい試合になってきました。ミスですね、森選手。さあ、山田選手ここチャンスできますね。山田選手もここで詰め切れない。リストバンダー、北海道みんなし合ってますよね。北海道リストバンダー、北海道ですもんね。さあ、そしてガーン、もったいない。さあ、ここも詰め切れない。そうですよね。いやでも
さあ来た、おっとどうした、あー突っ込んです。しかし山田選手も114なので、まあ難しい数字じゃないですね、山田選手にとっては。そして14からのトップアレンジ決まった、ハイオフフィニッシュ、ビッグチャンスを逃した森勇輝、悔しいな、悔しい、分かる分かるぞ、もったいなかった。勇輝選手が見事にベスト8進出です。さあ見事な試合でしたね、もったいなかったですね。やはり114残りっていうのはもう3本できっちり決めて、こういう試合をものにする山田勇輝選手の強さが出ました。